今日からここが僕の家です。あれ救世主頼む頼む転がしをね、現地で見ようと思って。刺せ刺せ刺せ216,900円、負傷1点。いけ、今週の成果はこちらで。明日からも楽しみましょう。まだいいことしかないよ、本当に。おやすみなさい。車を預けて修理に出すので、今日からホームレスです。とりあえず配達生活かな。車、今日のサラダか。サラダ、インディーちゃんとか。ありがとう、と思うよ。サラダ、インディーちゃんと。車に戻って予想します。オイルが漏れてないかだけチェックしてくれって言われたか。漏れてはない？微妙だな。若干漏れてる気がしないでもない。まあ微量なんで今日一日は大丈夫か。いやーくそやっちまったよ。続きをやりましょう。今日の昼ご飯は貯蓄していた食料の消費です。ただね、これセコマブランドなんですよ、はい、北海道の、今何県、愛知県、はい、いただこうと思います。
はい、ちょっと今から快活フラッグで移動していきます。ちょっともうこの車を、車屋さんに今から2週間修理で預けないといけませんので、2週間分の荷物かな。ちょっとまあ最低限必要なもんだけ運んで快活クラブへ避難します。ちょっとこの車に全財産を積んでるからな。ちょっと荷物もろもろを、急遽のことですけど、いきなり我が家がなくなるということで、いやーしばらくお別れですわ。本当に皆さん、人生お別れは突然やってきます。だから日々大事にしましょう。結構すんな。まあ、いつもお世話になってるし、まあええやろ。車を預けに行きます。もう預けに行ってきます。松田さんへ。車を預けてきました。さらばインディーちゃんとこ。工賃がなんかもろもろ含めてこちらですね、28,378円だそうです。いやもう今週マイナス3万スタートだよ。ちょっとじゃあね、快活クラブへこもりましょう。今日からここが僕の家です。当初はね、2週間ここに滞在することになりそうだったんですけど、救世主が夜来るということで、その登場を待ちたいと思います。とりあえず社会的に競馬予想を進めましょう。快活クラブでシャワーと、そしてある程度仕事をしてきました。で、
3時間57分滞在して1700円でしたね。快活クラブさんお世話になりました。とりあえずね、窮地はしのぎました。車もねえ、快活もねえ、どうすればいいんだ。救世主の登場を待ちたいと思います。冷静にこれだけで全財産持ち歩いて歩き回ってるのやべえな。でこれですね、これで結構ね、あのアマゾンとか受け取りできるんで、宅急便とかね、荷物とかも意外とね、これでなんとかなってます。そういえばあれ、救世主現る。ちょっと数ヶ月前の動画でも登場したね、競馬仲間。ちょっと今回も居候させていただけるということで、今から主の家お邪魔しに行こうと思います。ではないけど週末がやってまいりました。今週もですね、夢の2代目キャンピングカーへ向けて競馬で軍資金作りをやっていくんですが、まあ、ちょっと夢の2代目どころがもう今1代目もないので、今居候してるねお宅が、まあ、馬主さんということで、明日ね馬の応援にも新幹線に乗って行かないといけないので、ちょっと移動もしながら明日はちょっと競馬を やっていくというかなりちょっとイレギュラーな形になるんで、ちょっとうまくね放送できるかわからないんですけど、また明日もね1日副賞転がしをやっていこうと思います。競馬のね軍資金はですね、現在の YouTube のチャンネル登録者数1登録1円にしております。 7.42 万人、はい、の方にご登録いただいてます。本当にありがとうございます。ですので明日は 74,200 円を1レースずつ買っていこうと思います。今週はね、あのネット投票で投票していこうと思います。で福コロね候補なんですけど、明日はね、まあ、多くてマックス4レースかな。一番最初が福島3レース。ちょっとこれは今見たらもう 1.0 から 1.0 になっていて、まあ、1.0 になるんだったらもうリスクしかないので、はい。前回ちなみに風のルーパス前回走った時に福コロ実は成功している、まあ、馬なんで、まあ、強いとね見込んでる馬でございます。13番タッカーバレット。今 1.2 倍から 2.3 倍。3コロ目になりそうなのが中山7レース、スイングパシュート。で最後ですね、中山グランドジャンプがあります。でこの中山グランドジャンプのマイネルグロンはさすがに逆らえないかなと。でもこれも 1.1 から 1.1 か、ちょっとね川山陽だけはしようかなと思います。で明日はこの4レースを想定はしております。で 74,200 円を1レースにかけていかないといけないとを、投じていきます。いややばいな。まあ、最低 1.1 倍なので、これで81,620円で、次のレースは当たったこの81,620円はかけられないんですけど、おそのまんま次のレースにかけていきます。もうそのまんままたかけないといけないということで、次のレースは最低 1.2 倍つくので、もうでもただこの時点でもう次9万7000円か、もうプラス3万ですね。で、10万かで、なんか最終的に11万8360円とプラス4万ぐらいにはなりそうかなと。はい、一応福コロとしてはねこんなイメージでいます。夢のキャンピングカーに向けて、夢のってかもうとりあえず今週に関してはなんならちょっと車の修理代の方があるんで、もうそれもね取り返したいかなと思います。ということでなんとか一日が終わりました。なんとかなってよかったです。いや、あと明日競馬で少しでもお金が浮いてください。頼みます。じゃあおやすみなさい。指セットありますかね。ちゃんと持ってきたんでね、バッチリ出ましょう。ボディタイム、ボディタイム。あー、めっちゃ寝れた。今日も頑張るか。よし、では出勤してまいります。
新幹線の中で熱い戦いをしていこうと思います。まあ、予想外なことが起きたらね、予想外の結果もね、競馬を待ってるかもしれませんから。はい、今日は船橋競馬場へ出勤していくという馬主さんの馬が出走するということで、あれ小玉いくらでした？9700円だったな。はい、というわけで、あの交通費がね、まだ9700円の出費ということで、もう競馬絶対負けられません。じゃあ先に男にじゃんけんで、じゃんけんで勝った方が払う。そう、勝った方が払う。せーの、男にじゃんけん、じゃんけんぽい。あらーす、ごちそうさまです。よ、社長、どっちになります？あってる。悔しそうだな、悔しそうだな。あってるよ。前も言ったのかもしれないですけど、僕じゃんけんめっちゃ強いんで、相手が何出すか分かるんですよ。あ、よし、すいませんね。よし、ごめんなさい。いいえ、いいえ。男気じゃんけんしておきますか。どうですか、天むす？天むす1600円分ぐらい。はい、せーの、男気じゃんけん、じゃんけんぽい。はい、アイコでしょ、アイコでしょ。よーし、2連勝、2連勝、2連勝。お待たせいたしました。一生ここ言おうかな、一生負ける気しねえわ。5個入り2個ください。本当に出してくれてるからね。え、まだ買うの？もうデザートいるやろ。もう言えばデザートいるやろ。デザートどうしよう。何が一つずつ食べる？いや、そんないらん、俺は1個です。多分絶対食わん。じゃあ、ここの男気じゃんけんをしておきましょうか。男気じゃんけん、じゃんけんぽい。3連勝ミスリーすげえ確率だな。福頃より簡単かもしれない。馬も勝つんじゃないか今日。あ、確かに。中山競馬場まで来てしまいました。最後に転がしをね、現地で見ようと思って来たんですけど、
最後のレースマイナークロンがなんと 1.0倍になりそうなんで、痛い目ねーってなってる状態です今。2コロして今3コロ目、要は色ごとしては 2,3 番人気が来るかどうかなんですよね。いやでも来るだろう、人気馬も割と来ると思うからってなると 1.0 になっちゃうんだよな。いやまあ普通に来たら買わないんだけどな、ここまで来たのに買わないっていうのも意味が分かんないしな。いやギャンブルとしては買ったらダメかな。はるばる中山まで来たのに剣士です。ちょっとこれもう勝負としてもう剣です、これしょうがないもん。いや何しに来たんだという感じですけど、いやギャンブルはね冷静に主観を入れず冷静に楽しみます、ただ単純に楽しみます。マイネル全然いないや、買わなくてよかった、買わなくてよかった。マイネル飛んでるでしょこれ、飛んだよ。全く入ってないよね。いや買わなくてよかった、うわ危ねえ危ねえ、負債を増やすとこだった。いや冷静になってよかった、せっかく来たから買おうとか思ってたけど、そういうことじゃねえからな。いやよかったんだか悪かったんだか、次なる戦場は船橋競馬場です。中山から2駅ですね。いや交通費は稼ぎたい。では船橋競馬場行ってきます。1日2錠はしごは何をやってるんだ。32、3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 、
このレースは発売を締め切りました。あーもう36で買おうと思ってたのに、あーもう当たってたやんけ。あー買い損ねた。最悪や、ミスった。あかん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 。1、1、3、1、3。それ、よし、そのままそのままそれ、そのまま1、3、1、3、そのまま、よし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 、そのままそのままそのまま、よし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 。パドック見て3はやっぱ戦後長かったもん。よし、何倍ついたんだ1、3、何倍ですか。最初見た時は倍ぐらい。馬ね、馬ターン3.8。いく3、え馬ターン 3.8？ 1、3、嘘でしょ。最低でも 6. 点何倍やったんだよ、さっき。投票券をありがとうございました。
笹がいいぞ、手応え抜群や。笹川、いや、あるぞ。笹川、笹川、笹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 川、笹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 川、あー、前止まんねえのか。いやー、させないのか。うわー、どこだよ。うわー、最悪。うわー、めっちゃ来たと思ったよ。名残惜しくも競馬場を撤退しました。夜ご飯食べてまた帰りの新幹線に乗らないといけないんで、船橋来たらこれですよ。いらっしゃい。千葉県を立とうと思います。いやー、林田うまかった。いやー、一日激しかった。疲れた。眠すぎるので最終チェックを明日します。おはようございます。今日はですね、ここでね、今日一日副賞転がしをやっていこうと思います。ちょっと馬券じゃないんでね、逆に現金を握れないからこそ緊張感がいい意味でほぐれてどんどん転がせるんじゃないかというポジティブな気持ちでやっていこうと思います。ちょっとまだあと30分以上レースまであるんで、ね、ちょっと今からまたレースを精査していきます。いや、最後は今日アンタレスステークスのハギのアレグリアスで締めたいな。もうパソコン、モニター、タブレットとフル活用した上でですね、こちら大画面のテレビもあるんで、テレビも見ながらですね、データも整理しながらという完璧な布陣で今日は挑めるんで、で Wi-Fi も快適なんでね、いや今日はむしろこのイレギュラーな形が功を奏すかもしれません。いや、人んちですけど快適ですね。モニターが4つもあって目2個しかねえのにな、何をやってるんだ。最初の福頃に行こうかなと思います。福島ログです。7番グッドエクスプレス 1.4 から 1.8 つくので、まあ、10万ぐらいにこれで一気になる可能性もあるという。まあなんか現金じゃないんで緊張感はそんなにないですね。あの馬券でキャッシュで買うと緊張するんですけど。あれ、ご飯作ってくれたんですか。今日は作った。大丈夫だろう。今度は7番グッドエクスプレスが先頭です。よし。ああ、15は安い。何あと3分、何あれ。あ、レッドも安い。人気薄。ああ、7安い。ああ、人気薄。9安いよバカ。うわ、これは安すぎる。安すぎるわ。うわ、もう
1.5 倍。7万4000円の 1.5 倍。3万10万10万10 11 10万か11万か。よしよしよし。まあ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 。飯食った？ごちそうさまでした。うん。ちょっと昼から一仕事手伝ってよ。俺昼からだって着く頃だから忙しい。テレビの一節。テレビもまだ増やす。うん、増やす。中山6レースは4番の福頃を考えていたんですけど、4番が 1.1 しかついてないと、3番もねちょっとこれ勝つかなと思っていて、まあ、3回のどっちかも勝つレースなん で3番が休み明けだけどプラス14キロもかなり良さそうなので、なんなら3の方が強いんじゃないかっていう可能性も秘めているので、これ3番の副賞これだと 1.3 から最高 2.7 までいくんで、なのでこれに福頃こっちに切り替えようかなと。多分このプラス14キロはめっちゃ成長分でいいはずなんで、でしかも川田騎手の方がやっぱ安心して見てられるんで。勝った、よしよしよし、いいポジション、よしよしよし、ペースも遅い、いやこれ来たな、これはドスロー、ペース的にはあ4が来ると安いけど、よしよしよし、そのままや、山頂が大丈夫だろう。川田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 、よしそのまま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 、大丈夫だろ大丈夫だろ大丈夫だろ、よし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 、あぶねえ一着、いやーまあでもこれ安いな、相手が来ちゃったからな、 1.3 か最悪、あーまあ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 、まあ、とりあえず2個の成功でございます。いやこれはちょっとどっちでもよかったけど切り替えてよかったね、やっぱこっちに、あー一安心、まあまあ安心してみてください。副賞いくらなの？ 1.3 だろうな、どうせ。ああ、 1.3 か。まあですよね。14万。まあやっと言うて、まあ倍になっただけなんでね。次はこの144,600円を、いやどこに転がそうかな。よし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 、順調順調。1.1 から 1.2 か、まあ状態が万全だったら買ってもよかったかな。いやーこれ3着は大丈夫、勝つだろう。うわー買ってよかった、 1.2 倍か。まあまあ慎重にいっただけの見送りだから、まあいいでしょう。これはくっついてないから、そうでしょう。いやーすごい環境になりましたね、素晴らしい労働環境です。いや大画面で、じゃあもうウィンズより快適かもしれないなこれ。よし、この後も転がし張り切っていきましょう。これもまあ7番知らんけど福頃予定でしたけど、まあ 1.1 しかつかないんでちょっとこれは静観します。まあまあこれは 1.1 倍出してもええでしょう。これ共同馬券、共同馬券、いや4を応援してるよね。4を応援して、え6とか最高やん、もうそのままでいいよ、スローでいいよ、ほぼそのまま。いやいや、テラステラピンクはダメ、変なの来い、ピンクはダメ、山に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 12、あー16ダメ、16が来ちゃった、あー16ダメ、マジか、あー勝手に16、まあこれ安いからもう無理だわ。激しい名前、おーしょ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 し、早いな、611や、前止まんだろこれ。トサキ、よし、あぶねーあぶねー、相手何ですかこれ。12、3、14、相手安い、安そうだね、でもシゲル神風飛んでるからいいんじゃない。あぶねー、サンコロどう、はあ、心臓に悪い、マジで。あ、ちょっと手がおぼつかないわ。よし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 、はあ、何倍つくの。 1.5、 よしよし、まあまあまあ 1.5、 よしかける 1.5、21万、ちょっと額がでかくなってきたな、21万6900円。いやー次どうしよう、萩のアレグリアスチャンスか、ちょっと緊張してくんなこの額になると。ちょっとやべえ、転がす予定忘れてた、ミスった、
ちょっと安心しすぎてたわ。いや、4着でじゃねえかこれ。大体ギリか。あぶねえ、あぶねえ。奇跡だなこれ。結果オーライ、結果オーライだけど、あ、時計めっちゃ早いな。もう神様がくれたチャンスやん、こんな。セーフ。あぶねえ。これ悶絶してたな、この追い込みで届かないのは。だからやっぱり流れいいんだよこれ、こういう時って。いや、あぶねえ。え、アレグリアスいけます？もういいんじゃない？最後21万掛け。いや、僕は買う、僕が21万はね、もう買うけど、不安要素はあるよ。普通に走りゃ多分勝てる、勝つこのメンバーなら。まあ、元々足元はあんまりいい馬じゃないからね、なんとも言えんけど、まあまあ出る限りにはでも全力疾走、問題ないと思ってるし。いや、まあまあまあ、まだ時間あるんでちょっと考えましょう。21万か。いやー、なんかファイナ、なんだっけ、クイズミリオネアみたいだな。今やめたら21万だけど、続けたらさらに増えますみたいな。だって 1.5 倍でも次30万でしょ。ファイナルアンサー、あの50-50オーディエンステレフォンまだ残ってるからね。テレフォンでちょっと萩野さんに電話します。電話しましょうか。ちょっとあと30分、あ、プラス6キロ、まあいいんじゃないですか。この間減ってたからね、船橋持ってって。1008なら大丈夫でしょう。文句ないし、文句ないね。うわぁ、 1.2 から 1.6、 大丈夫だよね。副賞はいいですもん、大丈夫。シリウスステークスで 58.5 ですよって勝ってるんですよ。あー、でもその時とメンバー変わんないもんな。21万、いこう。6900円、俺の金だ。いこう。最低でも 1.2 倍だと26万にしても4万しか増えない。まあでもアレグリアスが3を外すのは考えられないけどな、普通に走ったら。 G1 も増えたらもう全部来てるしね。そう、萩野アレグリアス216,900円、副賞1点、いきます、お願いします。投票、投票。大丈夫、 1.2 から 1.5 だよ。まあ、無難に走ればいけるでしょう。頼むよ萩野さん、いけ。ドーッ。ああ、まあ、もう一段勝ったわ。もう一段階やったわ。それキャンセルしとく。キャンセルもいけるわ。ファイナルアンサー、キャンセル、いけ。ドーッ。何、そんな騒いで買うことか。いや、人生で2番の車の次に高い買い物したわ。頼む、頼む。変な鳥肌立ってるじゃん。トマトジュースも溶けたわ。始まります。うわあ、諦めとけば21万だプラス14万ぐらいだ。7万引いとけば7マイナスになるからね、外したら。もう元本保証だけ、そう元本保証だけしとけばよかった。そうだ、20万超えたら元本保証、元本保証しそうだな。何やって、なんでマイナスになるリスク背負ってんだよ。元だけは残しとかない。そう、うわあ、バカだね。いやいや、でもかけといて、かけが多く当たったらね、かけときゃよかったってなるから、いや、なんの、もう無事に走れますように、故障とかね、ないようにね。足元弱いから。よしよしよし、危ない。なんかね、しか前かけしとったもんな。そうか、もうポジションをそうキープして、いやー、いいんじゃない。その帝王もそんなにバテる馬じゃないから、いや最高のポジション。いや、いいんじゃないこれ。だってスレイマンも足はあるから、まあもうほぼそのまんまでいいよ。この隊列なら多分大丈夫。前人気馬だし、遅すぎても61号だよ。ちょっとついてけついてけ未来。あ、でもまあまあ言うて1頭買わせばいいだけだから、3着でいいから。いや、来た。いや、これは来たでしょ、手応え抜群。3着はいけるでしょ。ほらもう周りバテてるし、頼むよ。勝てよ萩野さんだし、勝ってほしい。じゃあ、いや、行っただろ。行った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 。これは勝てるな。
未来萩野さん追ってどうなの、3着は大丈夫だろ、じゃあ勝て、あ、大丈夫、東北さん、ちょっと3着、せめて3着よし、そのまま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 、よし、よし、よし、そのまま、よし、大丈夫だろ、よし、21番勝勝てないんだ、今のでちょっと衰えてきちゃったんかな、スレイマン、うん、スレイマン、あ、安いな、 1.3 かな、ついても福頃日曜日成功です、よし、配当を待ちましょう、いくらなの、 1.3倍、イエーイイエーイ、どうだ、まあまあまあこんなもんでしょう、 1.5 までついてほしかったけど、まあ、贅沢は言えないでしょう、28万1970円、今週プラス20万、福頃、よし、やりましたよ、詰め込んでやった、あ、バカバカ、それはダメ、それはダメ、それは聞きたい、いや、もう高えのいとこ、プレミアムな、よし、高えのいとこ、分かってるじゃないですか、ほら、今日は勝利の宴です、そんで一人だとなかなか来れない焼肉に来ちゃいました、今週も剣もお疲れ様です、お疲れ様です、福頃おめでとう、いや助かった、今週、うー、もう何でも好きなもの頼んでください、堂々後の肉はうめえな、やっぱ競馬終わりの焼肉は最高ですね、最高だね、おごってもらう焼肉もいいけど自分の金で食う焼肉もうまい、僕はね、おごってもらう焼肉一番うまいと思う、これより肝やん、肝の肝ですよ、肝の肝だからこういうのをなんていうことで肝と言います、締め切り2分前ですよ、テレ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 、払い戻しや、9614円ですって、男気じゃんけんやる、いや、いいっすよ、え、金あるんで、やろうよ、いや、金あるんでいいっすよ、じゃあ、まあ、どうぞどうぞ、早いな、払ってきますから今日くらいは、金はあるや、今日だけね、競馬勝った後の焼肉最高やな、社長5時になります、かまへんかまへん、おやすみなさい、今週も1週間お疲れ様でした、いや毎週毎週いろんな景色をお届けしていますけど、いやまさかねこんな背景になっているとは、もう僕も想像すらしえなかった、今週は激動の1週間でございました、まあ振り返るとですね、もうインディーチャンプ号が途中で故障してしまうという悲劇に襲われ、でまあ快活クラブ生活になるかと、まあ、思いきや救世主が現れ、まあ、こうして屋根のある場所で今、暮らしているということで、本当に人生何が起こるかわからないということで、まあ、しかもその上でですね、修理代が約3万円、まあ、さらにですね、主の遠征に付き合って往復交通費2万5千円、さらに出費がかさむと、でさらに今日食事もして1万円使い、だ結局6万ぐらい今週使ってんのか、やべえぞと、お家もね車もね金も使うのかという最大のピンチだったんですけど、今週はですね夢の2代目キャンピングカーへの道軍資金作り編、土曜日がですね払い戻し金が89,760円、日曜日がですねなんと281,970円ということで、もうね嬉しくなっちゃってすぐ、はい、もう下ろしてきちゃいました、はい、今週の成果はこちらです、結構あるね、結構あるね、あ、こんぐらいの額にいくと結構あるね、はい、というわけで合計払い戻し金がですね37万1730
30円になりました。もうちょっと暑い、風呂上がりだから今ちょっとちょうど暑いからということでですね、夢の2代目、本当にね、夢の2代目キャンペーンカーを見に行く途中で、道中でインディーチャンプを故障するというね、もう悲劇が起きたんですけど、いやもうその夢をね、挫折しそうになった時こそね、はい、こういう感じでなんとかゆきちさんにはね、救っていただいたということで、まあこのね、払い戻し金をすべて、2代目キャンピングカーの貯金へと、していくということでですね、今このキャンピングカー貯金が、なんとですね、421万2490円になりました。だから今週純利でいくらプラス20万ぐらいになってんの。はい、なので今週結構出ていくお金も多かったんですけど、で出ていく車も多かったんですけど、いや本当に捨てる神あれば拾う神ありと、あの今隣に主もいますけど、すいませんお世話になりました、本当に助かりました。家賃あれあれ、これ持ってかれちゃう、もしやなんかもうちょいお金減っちゃうみたいです本当に皆さん、あの周りにね、あるものとか、ある家とか、車とか、まあ、いつもいる人とか、みんないつね、亡くなってしまうか分からないと、それが人生だと、本当にまあそうなった時にね、まあ、いかになんとか窮地を脱するか、活路を見出すか、ということをね、今、この1週間で本当に、自分も思い知った次第でございます。言うて、あと2週間車が帰ってこないので、ちょっと来週1週間もどうやってしのごうかというところはあるんですけど、ちょっとね、その辺もまた来週以降ね、どうなるかって、ちょっと作戦は考えているんですけど、またね、次回の YouTube でね、またその生活の模様をお届けしていければと思います。なので、来週もちょっとインディーチャンプ不在の競馬ライフにはなっていくんですけどね、また熱く競馬とね、そして、まあ、バンライフというか、居候ライフというか、またなんか違う生活のスタイル、生き方をね、発掘していこうと思います。それでは、また来週も見てくださいね。じゃんけんポン。あ、終わりました。お疲れ様でした。お世話になりました。家賃、はい、ありがとうね。いや牛島くんより立ち悪いわ。